アンヘレス氏とはフィリピンルソン島のパンパンが州にある都市である。かつてはアメリカ軍のクラーク空軍基地があり、関連する産業で栄えていた。ゴーゴーバーが点在するウォーキングストリート入り口ピナトゥボ山の側面には約3万人がバラン街と呼ばれる自治体や小さな集落を作って生活していた。山と周囲の山頂をほとんど覆い尽くすジャングルが、 狩猟集団のあえた族を養った。モンスーン気候がもたらす豊富な降雨量と、肥沃な火山制度の恩恵により、周辺の平地は濃厚に適し、多くの人々が米などの主食を栽培した。ピナトゥボ山噴火後も、山から4 0トル以内の土地に、約50万人が居住している。現在人口が集中しているのは、アンヘレス市やクラーク空軍基地跡などである。ちなみに、海軍は、 スービック海軍基地はフィリピンのサンバレス州オロンガポにあった。フィリピン政府はアメリカ合衆国空軍の旧クラーク空軍基地をクラーク経済特別区として各種産業の誘致に積極的である。日系企業も進出している。日系の大手は横浜タイヤの工場が有名だが他に中小企業が複数進出している。主にアンヘレス市南部を指すがアンヘレス市は 良い大学が集まっており、パンパンが州は元より近隣の州からも学生都市と認められている。ルソン島中央部から優秀な大学生が集まっているとも言える。日本人が留学するのでも有名である。その割には書店の不整備などの学生都市として問題を抱えるが、これはフィリピン全土で言える傾向である。クラーク国際空港を拠点にパイロットライセンスが取得でき、 世界標準からするとその費用が割安のため、その目的で滞在する外国人が存在している。日本人でもいるが、日本に住んでいる。日本人がフィリピンでライセンスを取得しただけでは、日本に戻って日本でセスナをレンタルしようとしても信頼性がないという理由で普通は却下される。自分でセスナ機を購入できるのであれば問題ないが、日本帰国後、来やすく、 レンタルでフライトはできない。よって、フィリピン在住で、ライセンス取得後も、フィリピンでセスナをチャーターするなら、問題ないが、ただライセンスを取りに行くのは、問題があるので、その辺を考慮されるべきである。アンヘレス市際北部に、旧在比米軍基地や土地として、風俗街、ゴーゴーバーのメッカである。この画像、動画は世界を駆け巡り、世界中からファンが押し寄せる。あるいは元大統領は、 自分の父親の名前を冠した、ディオス・ダド・マカッパガル国際空港の国際ハブ空港下に熱心であった。その関係から、アロヨ大統領在任中にアンヘレス一層作戦が行われたが、地元政治家の反対によって失敗に終わっている。今後、ノイノイ前大統領とアるヨは会議員の出方が注目されており、世界最大の風俗街と呼ばれる。 ゴーゴーバー地帯の存続がかかっている。ちなみに、元アロヨ大統領がバリバゴ一掃作戦を企てた時には、パンパンが週マバラカット市が正式に一掃されるなら、マバラカット市へのゴーゴーバーの移転を訴えている。地元新聞では具体的に報道されている。マバラキャット市は農業主体であまり文明化されていないので、バリバゴ後継地して新しい多大な投資と、 経済活性をさせたい意図が強くある。あるよ元大統領以降も歓楽街としてのアンヘレスへの浄化作戦は続く。浄化作戦で経営が苦しくなり、手放した55バーを韓国人が買い取り韓国人経営のバー増え、近年はアンヘレスのコリアンタウン化が顕著になっている。アンヘレス氏は旧や大などの生産シェアが高いだけでなく、 娯楽としても街の至るところで行われて人気があるのがビリヤードである。1999年テレビ中継された世界選手権で優勝したエフレンレイズの出身地でもあった。韓国人がアンヘレスへ持ち込んだもの変貌した被災大の風俗街。コリアワールドタイムズ。2020年9月12日へ閲覧。ありがとうございます。